スコアメーカー7では PDF 認識対応やお気に入りパレット追加などのほかに、これまでにいただいてきたご要望をもとに細かい改良が加えられています。その一例をご紹介します。以前のバージョンで自作した発送標語が簡単にスコアメーカー7プロでも使えるようになりました。発送標語パレットを開いてマージボタンをクリックします。以前のバージョンのスコアメーカーが同じパソコンにインストールされていた場合は、そこに以前のバージョンで作成した発送標語のファイルがリストされます。使いたいバージョンを選択して OK ボタンを押すと、現在の発送標語パレットに以前作成した発送標語パレットの内容が追加されます。発送標語パレット内の順番を変更したい場合は、シフトキーを押しながらドラッグ&ドロップしてください。発送標語パレットをインストール時の状態に戻したいときは、先ほどのダイアログで初期状態に戻すボタンをクリックしてください。括弧をつけてまとめたいパートを選択した状態で、プロパティの括弧を設定します。スコアメーカー7で新しく追加された外括弧も同様に、まとめたいパートをすべて選択した状態でプロパティの外括弧を設定します。スラーを入力中でもつなごうとしている音符が連続していて同じ高さの場合は、自動的にタイとして入力されます。いちいちパレットでタイとスラーを切り替えずに入力できるので、一段と作業効率が上がります。音符給付を選択してプロパティで括弧にチェックを入れると、簡単に括弧をつけられます。演奏パネルにミキサー機能が追加されました。ページビューでも演奏を聴きながらパートの音量やエフェクトの調整が可能になりました。他のパネルと同様にドッキングさせて自動的に隠す設定も可能なので、普段は隠しておいて必要な時だけ広げて使うこともできます。この他にもたくさんの改良点があります。新しくなったスコアメーカー7シリーズをぜひご活用ください。